ニュース番組でデーブ・スペクターがコメントの最後に言う寒い状況を同じアメリカ人としてどう思うデイブさん大好きだから 外国人が外国の冗談を言うって、だいぶハードル高いから、僕はあれ昔からこの人すげえなっていう能力値の高さとして見ちゃってるんですよね。お日本語を学ぶ外国人はみんなダジャレ好きっていう段階を通るんですよ。みんなそういう時期があるんですよね。成長過程の中では。うん、デイブさんはその時期にずっとハマってるんですけど、あの僕,はあ僕はもう特に。<laughs> で <laughs> でもダジャレ好きですよ今日、あのー、料理番組の現場で思いついた謎かけ、うん、言っていいですか九州料理と書きましてアントニオ猪木さんと解くその心はあご<州>だし 一般的には多分九州料理あごだしはちょっと難しいかなと思いました。<laughs> だから言ったでしょ。料理番組で思いついたんです。<laughs> あ、そうですね。はい、すみません。ちなみに、その番組 <laughs> スタッフではオーケですから。<laughs> 一般向けじゃないかもしれないですよ。<laughs> おめでとうございます。でも、デイムさんは寒いと思いながらも、分かりながらも、勇 <laughs>、勇気を持っていることを皆さん評価しましょう。確かに、そうっすよね。うん、滑っても何も動じないというか、受けたくてやってるのかも、もうわかんないんですよね。 あの芸風を確立させてるんですよ。すごいです。<laughs> 確かに。ちなみに僕は芸能界デビューした頃に何人かのあの外国人タレントさんがいたんですけど、まだ多く出てるわけデイブさんぐらいですよ。うん、ああ、そう。 本当にすごいです。サンコンさんとかウィッキーさんとかいなくなりますもんね。ケントというの前だけでも3人いたから。デリカット、ギルバート、フリックさん。まだもちろん出ていらっしゃるんですけど。露出度がこんなに高いのはデイブさんだけですね。確かに減ってきますよね。あれなんでですか本人たちの違う仕事に専念しようと思った判断かもしれないし、波かもしれないす確かにでもみんなんか時期を過ぎるとだんだん減ってきますもんね。そう気をつけないいと怖 <laughs> まあでも先輩のデイブ・スペクターさんに従ってダジャレ言い続ければ大丈夫なんじゃないですか。<laughs> なんだろう、チャンネル登録とか、高評価するの、本当やめてもらっていいですかね。<laughs> いやいや黒雪、嘘つくのやめてもらっていいですか。